朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長である敬愛する金正恩同志が5月11、12の両日、第二経済委員会参加の複数の重要国防工業企業所を現地指導し、朝鮮労働党の軍需工業政策の実行状況を確認しました。朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長である党中央委員会のパク・チョンチョン書記、朝鮮労働党中央委員会のチョ・チュンリョン書記、朝鮮民主主義人民共和国のカン・スンナム国防相と国防科学院のキム・ヨンファン委員長、党中央委員会のホン・ヨンチル、キム・ヨジョンの両副部長が同行しました。敬愛する金正恩総書記は、先端精密軍需品を生産する企業所を現地指導し、生産工程の近代化の実態を確かめました。金正恩総書記は、軍の戦闘力強化において中核的な役割を担っている各国防工業企業所における生産工程の近代化が日を追って高い水準で実現し、世界的な先端技術力を備えているのは、自律的国防工業を一層飛躍的な段階へ引き上げるための先決条件であり、重要な保障であると述べ、最近国防工業が世界的水準で著しい発展を遂げているのは、我が党の国防経済発展戦略と闘争方針の正当性と生命力がもたらした立派な結実であると評価しました。金正恩総書記は、最近多くの企業所にオートメ化ライン化が立派に実現したことを高く評価し、素材の生産から組み立てと試験工程に至る全工程で、精度と作動の信頼性が徹底的に保障される生産設備と装置を実用的かつ効率的に配置し、生産が科学的に行うための着想と努力が傾注されていることに大きな満足の意を表しました。金正恩総書記は、重要国防工業企業所で生産工程が高度に近代化することに合わせて技術陣をしっかり整え、厳格な品質管理規定と秩序を確立し、資材と連携生産品の供給を計画的に着実に行って、品質が徹底的に保障された重要軍需品をロット生産するよう、経済組織活動を綿密に行わなければならないと強調しました。金正恩総書記は、党が特別に関心を払う中核国防工業企業所が先鋒的役割を果たし、我が軍の戦いの準備を物質的技術的に徹底的に保障すべきだと述べ、現在の革命情勢の要求に即して、すべての活動家と従業員に対する思想教育活動を一層強力に繰り広げ、彼らの精神力を最大に発揮させて、軍需品生産運動に総決起するようにすべきであると語りました。金正恩総書記は、第二経済委員会参加のすべての国防工業企業所が、生産文化、生活文化を確立するための戦いをより発展的な段階で繰り広げ、軍需工業部門労働者の手本となる新世紀の文化を引き続き創造し、革新させていくことについて強調しました。敬愛する金正恩総書記は、主要狙撃兵器を生産する企業所を訪れて、狙撃兵小銃をはじめ、我々の方式で新しく開発した様々な狙撃兵器を見ながら、その性能も直接確認しました。金正恩総書記は、新しく開発した狙撃兵小銃に大きな関心を寄せ、我が国の科学者技術者が世界的水準の性能と威力を持つ誇りに足る狙撃兵小銃を作り出したことを高く称えました。金正恩総書記は、一段階高い狙撃兵器革命を起こそうとする我が党の構想と意図を披露し、主要狙撃兵器生産企業所の展望的発展方向と、その実現のための国防経済組織活動において堅持すべき原則的問題と重要課題と方と明らかにしました。敬愛する金正恩総書記は、今年に新しく編成された朝鮮人民軍砲兵部隊に装備させることになる高新型240mmロケット砲台車の生産実態を確かめました。金正恩総書記は、生産されたロケット砲車を見て回り、今年の生産計画と現在までの生産実績を調べ、
自ら砲車に乗って運転をしてみながら戦闘的性能を確認しました。キム・ジョンウン総書記はロケット砲車のオートミカシステムが高い水準で実現した、240ミリロケット砲兵器システムの戦闘的効率を最大に保障する原則に基づいて砲車を質的に立派に作ったと評価し、科学技術力の向上と絶え間ない革新によって生産成果をさらに拡大して我が軍の砲兵戦闘力の強化を力強く加速させることについて強調しました。金正恩総書記は効率性と信頼性の高い我々の方式のロケット砲車を量産するためには生産工程の近代化水準を絶えず高める活動を根気よく推し進めることが重要であると述べ、砲車の性能を絶えず向上させることに重点を置いて生産工程の近代化目標を更新していかなければならないと語りました。敬愛する金正恩総書記は重要国防工業企業所が示された軍需生産計画を間違いなく質的に遂行するだけでなく、尽きることのない特有の開発精神と創造寄付をもってより新しい革新と飛躍的な前進を絶え間なく遂げることによって我が党の国防発展戦略を実現するための戦いの先頭に立っていつも旗印を掲げていくものとの期待と確信を表明しました。人民経済の各部門で増産に励んでいます。三温セメント連合企業所では今年の地方工業工場の建設に必要なセメントの生産課題を達成しました。その勢いで企業所では社会主義建設の主な部門により多くのセメントを送るため拍車をかけています。歓迎鋼鉄工場でも地方建設に必要な鋼材の生産で飛躍を起こしています。工場では整備補強と技術革新の計画を現実に応じて立て生産に拍車をかけて4月の計画を5割増で達成し5月にも実績を上げています。春の農作に国中がこぞり立ち農村を支援しています。化学工業省と金属工業省など各省中央機関が各農場に対する物質的支援と労働支援を行って農業勤労者の生産意欲をかき立てています。電力工業部門と化学工業部門など関係部門の勤労者が農作に必要な電力生産と営農工程別による肥料と農薬の生産などで責任と本分を果たしています。平安南道と半平北道など各道市郡でも地元の潜在力を総動員して農村を物質的に支援しています。朝鮮人民軍各部隊の軍人家族が農村に対する労働支援と物質的支援に真心を尽くしています。朝鮮民主主義人民共和国外務省のスポークスマンが12日次のような談話を発表しました。談話は10日国連総会第10回緊急特別会議では先日米国がパレスチナの国連加盟を阻んだことに対して強い懸念を示し、パレスチナに国連正加盟国とほとんど同等な資格と権利を付与することに関する決議は加盟諸国の圧倒的支持によって採択された。朝鮮民主主義人民共和国は米国の強権と占領によってパレスチナ人の合法的な民族的権利が無残に蹂躙されている現況で、上記の決議採択が極めて仁義にかなった措置となると認めつつ全面的に支持賛同する。今回に採択された決議はパレスチナを堂々たる自主独立国家と認めることによって一日も早く中東地域の和平と安定を成し遂げようとする国際社会の強烈な念願を反映しているにもかかわらず、米国は国際的正義と時代的要求に逆行して反対したばかりでなく、パレスチナの国連加盟問題が国連安保理に上程されるとしてもまたもや拒否権を行使するであろうと公然と言い散らした。米国内では果てはパレスチナが加盟国と同等な権利を持つようになれば国連に対する財政支出を中断すべきであるという強盗さながらの主張まで響き出ている。正義の国際社会は自分に服従するか出なければ踏みにじられなければならないという米国の極端なヤンキー式傲慢性に憤怒を禁じ得ない。周知のごとく米国は
去る4月18日、国連安保理でパレスチナの国連加盟はただイスラエルとの直接協商を通じてのみ実現しうるというとんでもない口実を設けて、関連決議案にためらわずに拒否権を行使した。イスラエルが加盟国になっている国連にパレスチナが加盟するのが2つの国家の解決策に配置するという米国の主張は、誰にも納得されない高等無稽な気分であり、パレスチナで人種全滅作戦を繰り広げているイスラエルと直接協調を通じて国家地位を付与してもらえというのは、結局独立国家創設を放棄しろということ同様である。現実は米国が2つの国家の解決策ではなく1つのユダヤ国家政策を追求しており、パレスチナ民族を地球上でなくそうとするイスラエルとグルであるということを如実に立証している。国際的に公認された2つの国家の解決策を露骨に否定しながら、イスラエルを口を極めて庇護している米国は、罪のないパレスチナ人を死と絶望へ駆り立てた責任から絶対に逃れることはできない。朝鮮民主主義人民共和国はイスラエルの不法占領に終止符を打ち、自主独立国家を建設しようとするパレスチナ人民の正義の偉業に全面的な支持と連帯を示し、パレスチナ人民の利益に合うように中東地域に和平と安定を成し遂げようとする正義の国際社会の努力に積極的に合流していくであろうと述べています。第21回5月21日建築祭典が閉幕しました。10日、平壌の科学技術殿堂で行われた閉会式に、国家設計総局、クァン・ゴンギル総局長、建築設計、施工、科学研究、教育部門の人と、建築家、設計士、技術者、教員、研究者が参加しました。審査結果が発表され、優秀な評価を受けた団体と個人に、トロフィーと賞状、表彰状などが授けられました。朝鮮建築家同盟中央委員会シム・ヨンハク委員長が閉会の辞を述べました。春のアパレル展示会2024が幕を閉じました。10日、平壌の三大革命展示館での閉会式にキム・チャンソク経工業省と関係者、出品したところの技術者、専門家、生産者などが参加しました。優秀な評価を受けた団体と個人に賞状が授けられ、表彰がありました。閉会式で発言した人は、アパレル工業部門の勤労者が人民に尽くす精神でユニークなデザインと製品をより多く製作することについて述べました。第59回全国学生少年芸術祭典が幕を閉じました。閉会式が10日、平壌のマンギョンデ学生少年宮殿で行われました。祭典で優秀な評価を受けた団体に、社会主義愛国青年同盟中央委員会の表彰状などが授けられました。閉会の辞が述べられ、祭典で優秀な評価を受けた生徒たちの発表会がありました。2024年アジアサッカー連盟アンダーセブンティーン女子アジアカップ競技大会がインドネシアで行われています。朝鮮と中国、オーストラリアなど8カ国のチームが参加して、2組に分けて組別リーグ戦を行っています。A 組の朝鮮は6日7対0で傀儡韓国との初戦に勝ちました。朝鮮は9日フィリピンを6対0で破り、12日のインドネシアとの対戦では9対0で勝ちました。朝鮮は勝ち点上位1位を占め、準決勝に進出しました。社会主義祖国の繁栄に尽くす朝鮮の女性の誇らしい姿は、国家交流の新時代を開くため奮闘する人民皆に活力を増しています。ハンギョ北道で今年に入り、5000人以上の女性同盟の活動家と同盟員が愛国の一年に燃えて、社会主義建設の主な部門に志願しました。12日、ロシア連邦沿海地方を訪問するラソン市人民委員会シンチャンギル委員長を率いるラソン市人民委員会代表団が列車でラソン市を立ちました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーユンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。三輪監督が歩む道。青い
森の生い茂るところに行くと、愛国心を持って一本の木でももっと多く植えて育てるため清らかな心を捧げる人たちがいます。そのような人たちの中には、平壌の手村区域山林経営所で山林監督を務めているカン・ユンチョルさんもいます。カンさんは長い間朝鮮人民軍の将校でしたが、十数年前に除隊されました。帰郷してからカンさんは進んで、国の財産青い森を育てる真の意味での主人になろうと決心しました。山林監督になった後は、木を植え育てるのに必要な知識を学ぶため一生懸命勉強しました。毎日往復10キロメートル以上の山道を登り下りしながらも本に読みふけりました。そして研究機関と進んだところを訪ね歩き、木々の活着率を高める上での科学技術知識と経験を学んだりもしました。それに基づいて木々の共生関係と地元の気象条件、土壌状態、山林の造成目的などを具体的に調査して、根生林を合理的な方法で作るため励みました。その時のことを菅さんはこう振り返っています。実際のところ、地元で育った木の活着率が高いです。空き地に種子をまいてそのまま木を育てる方法でやってみたのですが、それが植樹した木より太く大きかったです。それでこの方法で木を植えることを決心し、あちこちへと場所を移しながら空き地に種子をまいてその場で木を育ててみましたが、それが良かったです。これまでの十数年間、菅さんはこのように担当した山林区域を数えきれないほど登り下りし、漁師の木を丹精して植え育てました。誠実な汗と努力がにじんだ木々を自分の骨肉のように思い、一本でも被害を受けないよう山林保護にも関心を向けました。手間暇かけて造成した山林資源が山火事の被害に遭えないよう常に気を使い、実情に応じて山火事の監視システムを手抜かりなく立て、住民が入山秩序を徹底的に遵守するよう要求度を高めました。10年以上の間変わることなく続いたその道があって、菅さんの担当区域には歳月とともに木々が増え続け、今は青々とした森が広がっています。この国への愛情、明日のための今日を生きる心がなければ森を育て守ることはできない。これは菅さんが子たちに常々言っていることです。山林監督が歩む道、講題してお話ししました。2つの問題を強調する。共和国では地方の全面的な振興のための朝鮮労働党の10年目標の膨大な課題に着手しました。今回も朝鮮労働党と共和国政府は、地方の経済を盛り立てる10年目標の前衛に人民軍を立たせ、このため各軍種軍団管下に第124連隊を編成しました。共和国武力の最高司令官である敬愛する金正恩総書記は、1113年2024年2月28日、地方発展 20×10 政策孫春軍地方工業工場建設の着工式で、新しく編成した朝鮮人民軍第124連隊に連隊旗を直接授与しました。この日、金正恩総書記は全国各地の地方工業工場の建設現場に進出した第124連隊の軍人たちに2つの問題を特別強調しました。一つは、軍人たちが新時代の変革の創造者であることを自覚して、故郷の父母兄弟がこれ以上生活に苦しまないようにするという思いで、地方工業工場を最高の質的水準で建設しなければならないということでした。もう一つは、全てを人民生活の向上のためにという党のスローガンを実行する上で、我が軍は常に騎士となり立派な模範を創造しなければならないということでした。孫春
軍のチアタワー工場建設の着工式に相場、各地でも主要工業工場建設の着工式が連日行われました。現在各地に派遣された人民軍部隊では新たな建設の神話を生み出すために励んでいます。金正恩総書記の崇高な意にのっとり、軍人建設者は地方工業工場を最高の質的水準で建設するために、人民の幸せの創造者として党の政策実行で常に基礎となるために献身的に尽くしています。2つの問題を強調する。高田医師とお話ししました。